はい、ジェイコムです。このチャンネルは僕の日記のような内容ですけど、購入したものを実際に使用して感じたことや気がついたことなどをレビューにして、見ていただいた方に少しでも役に立ったと思っていただけたら幸いです。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。またコメントを残していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今日はね、2月の筋トレ会ということなんですけど、ただね、ちょっといつも使ってるね、シブテナボックスさんがいっぱいでね、入れなかったんで、今日はじゃじゃんと、これ分かりますかね、リアル筋トレジム、シャイニーあざみさんっていうね、マッスルグリルっていう YouTube チャンネルをやっている、シャイニーあざみさんっていう方がやっているジムに今日はお邪魔しようかなと思います。ただね、ちょっと中は撮影できるかどうかわからないんで、聞いてみないとね、わからないんで、まあ撮影できたらするかもしれないですけど、まあ、基本的にはね、ストイックにガツガツやってこようと思います。ということで行ってきましょう。はい、案の定ね、ちょっとジムの方で撮影を断られてしまったので、というかね、ちょっと前にそのシャイニージムにね、迷惑 YouTuber が突撃してきて、ちょっとね、シャイニーさんといざこざがあってね、ちょっと軽く炎上したんですよね。で、そこでビジターの人、まあ、会員さんはね、普通のその正規会員の人は、まあ、動画とかね、撮っても大丈夫っていう、撮影 OK っていう風になってるらしいんですけど、ビジターの人はちょっと撮影を断りしてますっていう風に言われちゃったんで、一応ね、こんな感じでこのトレーニングノートにびっしりとね、もう約半1ページ分トレーニングしたやつを書いてきたので、これでね、あとネットでね、見つけたっていうか、そのカタログとかがあったので、そこから引っ張ってきた画像とかね、少し載せながら解説っていうかね、どんな感じだったのかみたいなのを話していけたらなと思います。でね、まず行って、最初にね、まあ、背中のトレ、まあ、まんべんなくね、やろうと思って、背中のトレ、その前に、すごいね、まあ、そんな感じで断られたんですけど、ただね、店員さんの、なんていうの、対応っていうのがね、めちゃくちゃ良くて、本当にね、愛想もいいし、あと、まあ、鍛錬っていうね、その、シャイニージム、これね、鍛錬っていうところの、と、コラボっていうかね、スポンサーっていうか何なのかちょっと詳しくは分からないんですけど、その鍛錬っていうところのマシンをね、入れてるんですよ。で、そのマシンっていうのがね、一般的なマシンと全然違くて、かなりね、何も説明受けないとどうやって動かすのか分からないっていうようなね、そういうようなマシンがすごく多かったんですけど、でもね、店員さんがね、本当優しく教えてくれて、でももう本当に分かんないから、もう逐一ね、聞きまくってたんですよ。あと聞かない時も、これどうやってなんかうまくいってないなって言ったら、なんかすぐ声かけてくれたりとかして、本当ね、お店の雰囲気良かったので、まあそれだけでもね、すごい良かったなと思いましたね。でやった種目、まずね、背中からやろうっていうことで背中からやってたんですけど、マッスルプルダウンってやつですね。これね、画像あったんで画像載っけておきますけど、上からラットプルダウンみたいなやつですね。こう上から下げるやつなんですけど、バーのね、真ん中に、首のところに穴が開いてて、繋がってないんですよ。なので、こうやって引いた時にね、頭に当たるみたいなことがないっていうのがすごいやりやすかったんですよね。あとね、この鍛錬のマシン全体的に言えるのが、なんていうの、ストレッチをあまり効かせない、普通のトレーニングでいうとストレッチ&スクイーズって言って、その収縮とあとストレッチ、こう伸ばすっていうところ、収縮と伸長っていうんですかね、その伸長をしっかり効かせた方がトレーニングに効果的っていうんですけど、いうふうに言われてるんですけど、その鍛錬のマシンってこの肘をほぼ90度に固定したような状態で、その重さをこう、なんていうの、チーティングっていうとあれなのかもしれないですけど、体重を使って下げて
で、その上に上がるときに、ネガティブになるときに、この90度で耐える。もうギュッて、ちょっと今ね、すっげえ筋肉痛きてて。めちゃくちゃね、もう全身筋肉痛。かなりね、効いたんで。で、それでね、耐えるっていう、そういうようなね、トレーニングなんで、可動域で言ったらこのくらいしかないんですよ。なんですけど、これはね、かなりやりやすくて、グッと下げて、伸ばす、下げる、もう体のね、屈伸運動を使って下げて、伸ばすみたいなね、スタンディングでやるやつなんですけど、それがね、すごい良かったですね。やってて楽しいのと、あと、伸びてる感じ、引っ張られてるっていう感じはね、めちゃくちゃ良かったですね。これは本当にね、あ、でね、この鍛錬のマシンね、めちゃくちゃ効くやつと、正直ね、そんなに、難しくて、僕のね、その、トレーニング人生で会ったことのないようなトレーニング内容、その動かし方っていうのがあって、なんで、パッと言ってね、自分に合うマシンだとめちゃくちゃ合うんだけど、ちょっとわからないなっていう、その、自分が飲み込めないなっていうマシンは、ちょっと難しくて、聞きが弱いってわけじゃないんですけど、なんか、聞きが弱いなって、その時は思ってても、すんげえ筋肉痛が来てたりとかしてたんで、まあ、聞いてはいるんだけど、ちょっとわかりづらいなって、疑問点が、頭の中で、ね、飲み込めない何かみたいな感じになってるのがね、結構ありましたね。で、このマッスルプルダウンってやつは、もう何も考えずに、バチコンって入ってめちゃくちゃ気持ちよかったですね。で、その次やったのが、イージープルダウンってやつですね。イージーシリーズっていうのと、あと、マッスルシリーズっていうやつ、2種類あって、で、イージープルダウンってやつをやったんですけど、イージープルダウンっていうのはね、ちょっとね、全然、この、これ一個文句は文句言いたいっていうかあれなんですけど、鍛錬さんのね、ホームページ見ても、その、全部のマシンの情報が載ってるわけじゃなくて、ほんと一部しか載ってなかったりとか、サムネがすげえちっちゃかったりとかしてて、わかりづらいって、そこら辺整備してほしいなっていうふうにね、めちゃくちゃ思ったりとかするんですけど、このね、イージープルダウンってやつは、その、まあ、同じようにプルダウンなんですけど、なんていうのかな、ここにパッドを当てるんですよね。ここに、これね、まあ、シャイニーさんの、シャイニージムの YouTube があるんで、その中でね、ちょっと実際に動いてるところとか見てもらいたいんですけど、シャイニーあざみさんがね、やってるんで、見てもらいたいんですけど、ここにパッドを当てて、こうやって下げる。腕を、全くね、手を使わずに、こういう風に下げるっていう、そういうようなね、マシンなんですよ。これもね、かなり良かったですね。ただ、両方のね、手が、両方ね、こう普通マシンって両方、あ、まあそうでもないか、両手がね連動してたりとかするんですけど、片方ずつもう独立してるんで、結構ねこうやって動かすのが難しい。なんでイージーっていう割には少し難しいなって思いましたね。ちょうどねそこで目の前にバーが置いてあって、まあ、ただの棒なんですけど、それ持ちながらやるとこう連動がしやすいですよみたいなこと言われたんで、それ持ってやったらね、かなり楽にはできましたけど、ちょっと難しいかなと思いましたね。で、その次はイージーマッスルデッドだったかな、デッドリフトなんですけど、これね背中っていうか、どっちかっていうとハム、ケツとハムに効く種目らしいやつらしいんですけど、この立った状態でティーバーローに近いのかな、ティーバーローに近いようなやつで、まあ、腰をかがめてね、グッて引くやつ。これ多分ね、画像があったような気がするんで、ちょっと貼っときますけど、完全にね、すねに当たるパッドみたいなのに体重をかけちゃって、引いてくる。これね、ちょっと腰が痛い人はちょっと厳しいかなっていうふうには思いましたね。まあそれでもね、かなり効いたんで良かったですね。で、あとね、ローイング。ローイングマシンがあって、マッスルローイングっていうのがあったんですよ。これがね、こういうね、マシンで、ここが、手首がね、こう、なんていうの、曲がるんですよ。まあ、こうだとわかんない。こう、ローイング、普通のローイングマシンって、こうやって引いてきたときに、そのバーにね、この、手首のこう、掴んでるところのバーが、そのまんま、その、引いてくる。まあ、ローイングって引く。背中の種目なんですけど、こう下げてきた時にこのバーにそのまんまそのグリップのところがねくっついちゃってきて、手
手首に負担がかかって痛かったんですよ。なんですけど、このマッスルローイングっていうのがこうやって持った時にこの角度、この自分手首のところがね、こういう風にフリーになってて、自分のね、こう引きやすい角度で引いてこれる。なのですごいローイングがしやすい、手首が痛くならないっていうのがすごい良かったですね。僕ね、ちょっと手首に不安を抱えてるんで、それがね、すごい不安なく弾けたのがめちゃくちゃ良かったですね、うん、これはね、これもすごい良かったです。これね、名前が分かんなかったんだけど、本当にね、名前が分かんない器具が多すぎて、これデッドリフトなんですけど、デッドリフトね、これもまた違うデッドリフトで、ローイング、これ背中の種目に入るやつですかね。このこういう風に弾くやつだったんですけど、こうもこれで弾くとローイングになって、これでデッドリフトになるみたいなね、ちょっと変わったやつなんですけど、それもねすごい良かったんですよね。これ名前が分かんなかった。で、それでとりあえず背中の種目は終わりにして、次胸の種目に行ったんですけど、マッスルチェストプレス、これね、どっちかっていうと普通のチェストプレスに近い感じですかね。ただ軌道がね、結構良くて、しっかり入る感じだったんですけど、あとね、これに関してはストレッチがめちゃくちゃ効いたんですよ。ギューッと引いてきた時にこうめちゃくちゃ胸に入る、で上げた時にも負荷が抜けづらいっていうチェストプレスで、本当これは良かったですね。で、それの後にマッスルチェストフライっていうやつやったんですよ。フライですねダンベルフライとかでやるような、こういう動き、開いて閉じる動きなんですけど、これのねマシン版があって、これがね、多分ね、この鍛錬のその社員にジムに行ってやったマシンの中で僕が一番好きですね。これね、こうやってこの軌道がね、こういう風に、なんていうの、縛って閉じるっていうのがすごいね、自然な動きなんですよ。で、しかも、この開いた時にめちゃくちゃストレッチが入って、で、閉じた時に全然抜けなくて、もう、3、4回やっただけで、こう胸のね、大胸筋が、痛みが走ってくるっていうね、そういうようなマシン。これね、やってもらわないと分かんないと思うんですけど、このマッスルチェストフライっていうのはマジでね、おすすめなんで、すごい良かったですね。で、その次にやったのが、ベンチプレスなんですけど、ベンチプレスっていうかね、ベンチにハンドルがついてるようなやつで、これ寝転がりながら、ダンベルフライってわけじゃないんだけど、このね、こういう風な動き、こう円弧を描くような動きで、その、軌道が取れるマシンみたいなのがあるんですよ。寝転がった状態でね。これもね、結構良かったですね。こういう風に開くんで、まあ、プッシュなんですけど、ちょっとフライみたいな感じになるのかな。ただね、ちょっと一個難点があるのが、この、少し重いやつにすると、こうって、なんていうの？ハンドルが少し遠いところにあるから、スタートポジションに持ってくるまでが少し辛いなっていう感じしましたね。ここら辺からじゃなくて、ここら辺から始まってくれると、ただね、ここまで行っちゃって、ここら辺にセットアップされちゃうと、そうするとね、負荷が抜けちゃうんで、まあ、しょうがないかなっていう感じではありましたね。うん、でもこれも結構良かったですね。まあ、慣れるとすごいセットアップがしやすくなるのかもしれないですけど、ちょっとそこら辺が難しかったなと思いました。次、肩トレに行ったんですけど、マッスルショルダープレスってやつですかね。これもね、名前が合ってんのか、ちょっと不安なんですけど、ベンチっていうかね、シートに座った状態で、これもね、こういうような動きですかね。こうフリーになってて、こういう風な円弧を描くような動き。だから結構ね、その、筋肉には負荷がかかるんだけど、体には負荷がかからないみたいな動きをするのがすごい多かった感じですかね。これもね、聞かせ方が悪いのかもしれないんですけど、すごい効いてるなっていう感覚が来る前にもう腕っていうかね、肩疲れちゃって。だから効いてはいるとは思うんだけど、ちょっとね、今まで感じたことない、疲れ方をしてて、
いまいちね、これに関してはそこまですっきりしなかったかなっていう感じはしました。ただね、その次にやったイージーサイドレイズ、こういうタイプのね、これもサイドレイズって普通はこうダンベルとか持ってね、こういう風な動きすると思うんですけど、そうじゃなくてパッドをね、ここに当ててこういう風に上げる、パッドを、重りをつけたパッドをこう肘のところに乗っけたやつでこうやって上げるっていうやつ、これね、ちょっと僧帽筋にも入るような感じしたんですけど、ただね、すごい肩に今筋肉痛走ってるんで、めっちゃやってる時もね、かなり来てるのは分かったんで、かなりいい種目だなと思いましたね。これね、マジでイージーだなと良かった感じですね。あとマッスルで、それで肩を終わりにして、でディップスマシンがねあったので、ディップスちょうどね、その前に肩の前にやろうと思ったんですけど、他の会員さんがねちょっと触ってたんで、触れなかった。ディップスマシン、マッスルディップスってやつなんですけど、それをねちょっと触らせてもらいました。それねちょっとね難しかったんですよね。ディップス自体もねあんまりやらないんで、下手くそっていうのもあるんですけど、こうそれもね、肘をこう90度に、なんかだいたいね肘を90度に固定みたいなマシンが多いんですよ。でそれでやるみたいなのが多いんですけど、肘を90度ぐらいに固めて、こういう風な形で、で下げて、体重をかけて下げて戻ってきた反動を、ここの何ていうの、大胸筋で、の大胸筋の下部で押さえつけるみたいな、そういうようなね動きなんですけど、これもね慣れると、てかね、ちょっとこれに関してはマジでなんかよく分かんなかったなと下手すぎて分かんなかったなと、自分のねやり方が、っていう感じでしたね。本当にね、難しいやつ、そのよくわからないやつは何回か通ってそのやり込まないと、まあ筋トレどれもそうなんですけどね、最初のうちは感覚がつかめない、うまくつかめないっていうのが結構あるので、やり込む、一個の種目に対してやり込んでいかないとその効果が出づらいっていうのはあるんですけど、まあその中でもちょっと分かんなかったかなっていう感じでしたね。でその次にレジスタンスバーベルカール、これね、レジスタンスバーベルっていうのをシャイニーさんが自分で作ってて、バーベルに、まあちょっとね動画見てもらいたいんですけど、ちょっとリンク貼っときますけど、そのバーベルになんかね、自分で鉄パイプとかを DIY してでバーベル自体をここに乗っけた状態で、なんかそっからバーが伸びてて、なんかね鳥居みたいな形してるあのバーベルを作ってて、でそこでこういう風に上げるってやつなんですけど、これね正直俺の体に合わなかったかなっていう、このあのバーの長さ的に、まあ多分ね今調整中だと思うんですよ。なんでそうだと思うんですけど、ちょっとねあんまり効いてる感っていうのがなかったのと、ちょっとねそのバーの先っぽが長すぎちゃって、他のところに当たったりとかしてて、ちょっとやりづらさを感じましたね。だからちょっとこれに関してはよく分からなかったなっていう感じしました。めちゃくちゃおすすめっては言われてたんですけど、とか動画でね言ってたんですけど、正直分からなかったなっていう感じでしたね。でその次、まあ全体的にね、腕のそのなんていうの、二頭のマシン、その次にやったね、イージーマッスルカールだったかな、これもね、これね、ほんとね、慣れないとよくわからない難しい動きっていう感じなんですけど、アームカールって基本的にこう伸ばしてね、ストレッチかけてこう収縮をかけるっていうのが基本なんですけど、このイージーマッスルカールってやつですかね、これがこのまま固定してくださいと、腕を。でこれをで、このここにパッドを当てるんですけど、パッドを当てたのをこうパッドに重りがついてて、こっち側に向かってね曲がるんですけど、それをこう体を前後して
なんでこの下がった時に全力で抑え込む、このまんま、だからなんていうのかな、全体的にねアイソメトリックみたいな動き、こうギュッとね同じところで止めるみたいな、そういうアイソメトリックみたいな動きが強くなるんですかね、なんですけどちょっとね正直よくわからなかったで次はマッスルアームカールってやつですかね。これどんなやつだったかなマシンがねマジでねよくわかんなかったんですよね。名前がわかんなくて、ただね二頭筋のやつはちょっと正直よくわかんなかったなっていう感じでしたね。でその次の、二頭筋のやつはそれだけにして、次三頭筋のマシン、三頭筋のマシンがなんか1種類しかないって言われて、で1種類のやつが、イージープッシュダウンっていうやつだったんですけど、多分そういう名前だと思うんですけど、イージープッシュダウンっていうのがこのね、これもこう肘を、90度に固定した状態で体をね体重をかけてこのギュッと押して、なんていうの、こういうふうにさっきのアームカールでは逆でこういう風な反発があるからそれをギュッと押さえるってやつなんですけど、ここにパッドが当たるんですよ。最初ねバーがついてたんですけど、じゃなくてパッドをね当てられるやつ、パッドと交換できますよって言われて、最初ねこうやってバーで押してたんですけど、これも良かったんですけど、パッドのやつに変えたらこれねすごいめちゃくちゃ良かったですね。これがね多分2番目に良かったやつですかね。腕のね、この三頭筋ってこう腕を向ける位置でこの負荷がかかるって、力が入るところが変わるんですよ。なんでパッドだからこうやって押してる時とこういう風にやったりとか、あとこうとかね、腕を回転させられるんですよ簡単に。だから最初このまんまこのね手のひらを下にした状態でこう押して10回やったら、そしたら手を立てて10回やって、その次に手のひらを上にしてこうやって押すとかね、すると、もうまんべんなく鍛えられて、これね、1個でいいわと。このマシン1個でいいなと。あとはケーブルとかね、ダンベルとかでいいわっていうね、そういう風にね、感じられる、すごいいいマシンでしたね。家に欲しいって思いました。めちゃくちゃ良かった。これはね、マジね、体験した方がいいですね。この、イージープレス、プッシュダウン。だっけかなってやつ、これねマジで本当にね可動域は全然そんなにないんですよ。このぐらいで本当に、ね、こう伸ばさないっていうのが、収縮もかけないっていうのがめちゃくちゃ不思議な感覚なんですけど、これね本当にもうすぐ疲れちゃう、もうテンションがマジで抜けなくて、もうやっててねめちゃくちゃ疲れる、そういうねいい種目でした。でその次にね、もう三頭筋はそれだけでもう終わっちゃって完全に、でその次にね足の種目で、レッグプレス、マッスルレグプレスってやつかな、マッスルレグプレスってやつやったんですけど、このねマッスルレグプレス、単純にレッグプレスなんですけど、レッグプレスってこう足をねこう下げてきた時、伸ばす時はそんなにあれじゃないんですけど、どれも一緒なんですけど、下げてきた時に結構ねプレートが当たっちゃうことが、プレートがね当たっちゃって足をね下げきれないっていうことが結構あるんですよ。自分のね可動域よりも下げられずに、もっと下げたいなって、ストレッチかけたいなっていうところまで下げられないっていうのがあるんですけど、これね無限に足が下がるぐらい後ろに下がるんで、負荷がね常に抜けない、伸ばしきっちゃったらもちろん抜けちゃいますけど、下げた時にすごい深くまで下げられるっていうのがすごい良かったですね。僕もこれはねレッグプレス、このマシンをすごいお気に入りでしたね。でその次にやったイージースクワットっていうやつがあって、イージースクワットってやつはハックスクワットに似た感じなんですかね。背中にパッドを当てた状態で、でこう立ったりしゃがんだりとかするっていう、スクワットするってやつなんですけど、これねちょっとね
少し難しいかなと、イージースクワットとは言いつつもね、ちょっと腰に来ちゃう人は、ちょっと僕もね、腰はそこまで強くないんであれなんですけど、腰に来ちゃう人は結構痛くなるかなっていう感じの種目ではありましたね。まあそれでもね、結構このなんていうの、円弧を描く軌道でね、こう下がったりとかするんで、結構ねスムーズな感じだから、多少腰弱いかなぐらいの人だったら全然あの問題なく負荷がかけられるっていうねマシンで、結構良かったとは思いますね。でその次にやったのがレッグエクステンション、まあそれとあとケーブルのレッグエクステンションやったんですけど、まあこれに関してはまあマシン自体はすごい良かったんですけど、マシンっていうかね、負荷の乗り具合、足に負荷は来るのがすごい良かったんですけど、真ん中にねこの太ももの、まあレッグエクステンションって足をねギュッとこう上げるマシンなんですけど、これをねこの太ももの間にちょっとねその稼働するところのやつがあって、結構それが太かったんですよ。で僕半ズボンだったんで、そこがね結構当たっちゃって少し痛いなっていうのがありましたね。うん、それがちょっと残念だったかなという感じでした。でレッグエクステンションはプレートとケーブルがあって、ケーブルよりもプレートの方がね少し寝っ転がって上を向いたような状態でやるやつだったんですけど、そっちの方がねすごい良かった感じですね。ちょっとそっちの方が僕的には好みだったなっていう感じでしたね。で最後レッグカールをやって、まあ、レッグカールもねあれもねまあ普通のレッグカールとそこまで変わらないかなっていう感じなんですけど、うん、まあでもすごいあんまりねその鍛錬のマシンって調整するところがあんまりないんですけど、でも体にねがっちり入るようなそういう作りになってて、あんまりそういうその体格差とかで大きく変わらないっていうな、そういうようなコンセプトでやってるんだなっていうふうに感じましたね。で結局ね何セットぐらいやったんだろうなこれで、大体まあ満遍なくやろうと、ちょっと正直ねもうちょい追い込みたかったなっていう感じだったんですけど、2時間3時間ぐらいやってたのかな。朝10時に行って、10時半から入って、結局1時半2時ぐらいまでかな。ちょっとね一緒に行ってた方から途中でもう疲れちゃったって言ってて、もう一人だったらあと2時間ぐらいやってたかなっていう感じだったんですけど、まあその一個一個の種目がね短い時間でやってたんで、まあ多くても10セット1個の部位に関してはそのぐらいで回してたんで、そんなにね疲れはしなかったんですけど、うん、まあそれでもね全身今日は筋肉痛で、なかなかねいいジムでしたね。本当にジム自体もねだいぶ綺麗、新しいジムっていうのもありますし、あとなんていうのかな掃除もねすごい綺麗で、なんか雨漏りしてるっぽいところもありましたけどバケツみたいなのが置いてあったりとかねしましたけど、でも全体的にねすごい綺麗で居心地のいいジムっていう感じでしたね。うん、まあ、八王子とかね、そこが近かったら、まあ、会員に入ってもいいかなっては思いましたけど、いかんせんね、ドア2ドアで1時間半ぐらいかかるんで、もう小旅行なんですよね、行くのに。なんで、それがね、それだけがネックでしたね。うん、まあ、それでもやっててすごい楽しいジムだったんで、またちょっとね、知り合いを誘って、まあ一人で行ってもいいんですけどね、まあビジターが3300円、税込みで3300円とかなんで、まあそこまで高くないんですよね。で、しかも、朝9時半とかから、その、ジムのね、店員の方がいらっしゃって、で、その方がね、17時ぐらいまでだったかな、ぐらいまでなんで、まあそれまでね、ずっといられるっぽい感じ。まあ、体力が続けばですけどいられるっぽい感じだったんで、うん、まあ今日は思いっきりやるぞっていう人は思いっきり3000円払ってね思いっきり遊びに行くのはいいんじゃないかなと思いましたね。いや本当にねなんか筋トレ遊園地っていう感じでねめちゃくちゃ良かったですね。そんな感じでまた行きたいと思います。はい、ちょっとねシャイニーさんとかとは喋れなかったんで、うん、
筋トレしてる最中にジムにいらっしゃってね、筋トレしてる最中に他の会員の人と話し込んでて結構で、あれだったんですよ、まあすごい話し込んでたからちょっと今から話しかけるのちょっと微妙だなと思って、で他のトレーニングしてね、やってたらいつもにかいなくなってたんで声かけそびれたんですけど、まあまたね行っていたら声をかけさせてもらって、ただね写真とか撮れないだろうなと思って、写真撮らせてくださいとはねちょっといろいろとねナイーブになってそうな感じだったんで、そこら辺に関しては、まあしょうがないかなっていう感じで、はい、まあいいトレーニングでした。今日明日も多分筋トレだ、いや筋肉痛だろうなっていう全身がね、まあいい休養日みたいな形でね、今日明日とか休んで、今日明日っていうか明日明後日とかか、で休んでね、また筋トレのかなりねモチベが上がったんで、また筋トレを頑張りたいと思います。はい、筋トレ後のお疲れ様です。で乾杯、いただきます。ああ乾いたビールにラガーは効きますね。乾いた体に最高。お腹空きすぎて取る前に食べちゃったハンバーグコンボ、ダブルコンボハンバーグです。でライスということで、いただきます。